じゃあ始めます。はい、いやー緊張、タニーの月が見える箱庭、皆様ハイタイ、時刻は夜25時を守りました。この番組は金曜日の夜更かしにお供をしてほしいというコンセプトから番組をスタートしています。なお FM 宜野湾の収録放送となっております。収録の様子はチュイキャスのアーカイブ、 YouTube アーカイブ、リアルタイムではお家のラジオや車のラジオ、スマホアプリリッスンラジオなどでお楽しみいただけます。公式インスタ箱にはアンダーバー527にてメッセージのリクエストなどを募集しています。また FM 宜野湾のメールアドレス 797fmginowan.com にて件名箱庭と添えてメッセージをお願いします。お好きな場所でお好きなドリンクとフードを楽しみながら約25分間お楽しみください。MC はトニーとミキサーのマナミンさん2人でお届けしていきます。お願いします。はい、じゃあ今週も先週に引き続きはじちさん来ていらっしゃいますのでお願いします。はい、めっちゃ緊張する。いやー、また2本目だけど、なんかまた緊張する。はい、やばいぞやばいぞ。そう、さっきね、どういう話しようかって話をした時に投資リーディングの話をしようってなって、なんかまなみんさんがこういうの気になるっていうのがあったので、それをはじちさんに答えてもらおうと思います。わかる範囲で、はい、はい。でもリスナーの皆さんも、もしその間に気になることがあればぜひメールなりコメントなりいただけたらと思うんですけど、はい、もちお願いします。私が先週の回で聞いた時に自己投資リーディングの話聞いて思ったのが、なんか実際にこの藤地さんにはどういう風に見えてるのかなと思って、そのなんかいろいろもやもやみたいなやつとか、その詰まってるものみたいなのはどういう風に見えてるのかなと、ね、本当だよね。それが気になります。どうしよう、どういう風な形で伝えようか、ね、分かるかな。でも結局はその、いろんな感情でみんなガッチガチになってるんですけども、そのイメージしか言えないんですけど、いいですか、イメージとか、いろんな感情がブワーって、憎しみだったりとか、このモヤモヤの部分を見ていくと、うわーってなってるんですよね。でそこの方にいろんな苦しみ、悲しみとか辛さとかいろんな感情があって、そこもっともうちょっと深く見ていくと、その思い込み、信じ込みという、なんか種みたいな形で見えたりとかするんですよ。でそれでこれが言葉でこう、教えてもらって、でそれでこういう風な感じの、思い込みとかどうですかっていうことでお客様をお伝えすると、あ、はいっていう形で、そういうふうな形のものはなんか分かりますって、一応分からなければ分からないということでお伝えを、言ってくださいねって言って、知った方がいいので、なのでもし分からなければ他のアプローチの仕方で、聞いて、それをお客様にまたお伝えをして、そしてあ、なるほどって、結局三次元的にこの地球上でどんな感じのことを、この種を持ってるということで、どんな感じのことをしてるのかなというのを探しに行くんですよ。そしたら本人が日常的にやってることが見えるんですよ。でそれをお伝えするとリアルに結局本人があって思うので、それで分かりやすいっていうところ、はい、だからそれでそういう現状があるみたいですよ、どうでしょうか、でお伝えすると根底のにあるその信じ込みがこのリンクして、あ、分かるっていうこと、あ、なるほどですねっていうことで本人も分かっていただけるので、あれです、そこでそのエネルギーを扱って浄化をするっていうことをしていくんですけど、でそれかあとは幼少期、はい、幼少期の方の、親の刷り込み、だったり、その時にいろんな感情があって、またそこにまた信じ込みがあったりとか、で急にパッて変わって過去性とか前世とかって言われてるところ、そこの方が見えてくるんですよ、その時に経験した体験が。なるほど、あ、ここか、これ固まってるのはと思って、そこを見つけてほぐして
ほぐすまでもやっぱ時間はかかるし、その人それぞれのずっと握りしめてるものなので、うん、今に始まったものじゃないかったり、こう何千年何万年とかもガッチガチになってるので、鉛みたいな感じに見えるのかな、うん、それが重い感じ、そうものすごく重いですね。そう重くて硬くって、うん、でそれにまたエネルギーも扱いながらやるから集中しないといけないので、うん、で黒いこれがほどけていくんですよ、だんだん柔らかくなってくるので、はい、そしたらその後にだんだん浄化が、うん、起きてきて、うん、それ統合が始まる感じっていう形ですごくクリアになっていきます。へー、面白い、すごい、なんか、うん、そういう感じなんですね。そうか、ちょっと一個聞きたいんですけど、どうしよう、その前に一回音楽流しても大丈夫ですね。はい、一回音楽流します。じゃあ、もう一回、そうだった、リクエストしときながら、はい、リクエストもらってるので曲振りお願いします。クール&ザ・ギャングのチェリッシュお願いします。そう、これをどう伝えようと思って、そう、無理やり曲を流したっていう、そういうことですね。なるほど、すいません、いいんです、ね、全然ありがとうございます。これってあれですか、固まった感じになります、 YouTube で流した時って。途中はちょっとなるかもしれないです。今大丈夫かな。めさしさんからコメントまた来ていただいている、うん、おそう、あれ聞きたくて、自分もそのやっぱ対人で、うん、この人とセッションすると人のエネルギーってもらいやすくなるじゃないですか。うん、夢もらう。なんでだから結局なんでかなっていうところだ。さ、そのもらい、何そう、だからこのもらう人ってやっぱ多いから、うん、でもらった時にどうその解消していくのかが気になったんですよ。もらわないって言われたらそこで話が終わっちゃう。結局はさ、引き寄せになるわけ、これも。結局同じのが反応してるだけなわけ。みんなもらうもらうって言ってるけど、多分そこじゃないかなと思う。で、そこで、例えば自分の中で反応してるものがあるじゃん。そこを浄化をするわけ、自分で。やると、そこがクリアになるから、影響を受けなくなるわけ。なるほど。っていうところ。そうそう。みんなそれをやらないで、そのままこうやってるから、いろいろ多分。大変になるんだと思う。大きなおいたしですか、わかんないけど、ほら、もらったんじゃないけど、なんかこんな話がちゃんと、昔からのなんかわかんないけど、文化なかなか聞き、そう、多分そこじゃないかなと思う。結局反応したところに、はい、を見ていけばいいだから。あとね、同じ周波数で反応してるから、だから、これでこう引き寄せられて、その、もらうっていう感じの感覚になるのかな、多分。なるほどね。もうどうしよう。曲振り前に一個質問いいですか？とか言っちゃったけど。いいと思います。これ言って、これを言えば言えばいいかな。もう一回。もう一回じゃあ、その話をしていいね。その質問はみたいな感じで。じゃあ、そろそろ。あ、そうなんですね。あれしましょうかね。はい。いいですか？はい、大丈夫です。じゃあ、いただきます。はい、お届けした曲はクール&ザ・ギャングのチェリッシュっていう曲でした。めっちゃ素敵な曲ですね。はい、すごい。なんか金曜日の夜にはもうなんかもったいないぐらい豪華な音が、ね。さっきの、ね、歌も好きなんですよね、だから。すごい。なんか洋楽聴くイメージがなかったので。マジか。洋楽大好きだよ。へぇー。大好き。だけど、あれだよ。なんか。カラオケも洋楽歌うんだけど。すごい。ムーニーさん、ムーニー。ムーニーって何だっけ？ムーニーさん。ムーニーって何だっけ？ムーニーさん。そんな感じ？そんなごわし。ああ、なるほど。あそう、英語風。あなるほど、なるほど。英語をカタカナで読むみたいな感じ。そんな感じよ。そういうことか。なるほど。コメント来てるので読みます。武蔵さんですね。いつもありがとうございます。サニーさん、ゲストのハジチさん、ミキさんのマナミンさん、リスナーの皆さん。こんにちは、しょい。ラジオの収録生配信お疲れ様です。ということです。はい、ありがとうございます。そう、曲振りの前にね、質問一個あれって言ったんだけど、まあ、解決したんですけど、もう一回聞きます。もう一回聞きます。そう、私も、ASD 個性心理学でイベントで活動してる中で、やっぱ、人と人と対人でセッションしていると、人のエネルギーってもらいやすいと思うんですよね。
だからそのエネルギーをもらってしまって、自分がその相手のエネルギーを受けてしまった時の解消法、対処法ってあるのかなって思って聞こうと思ったんですけど、けどそうなんですよ。結構反応してるからです、内側の方に。結局もらったって言い方をすると、その人と同じようなもの、周波数持っているから、うん、でその影響を受けるっていうことになるんでしょうね。あ、だからそういう時の方がもう、私も内側の方の、私はそう深いところが触れるので、そこを浄化すると、あ、結局内側周波数が変わるから、うん、対応してても全然平気になってくるし、霊障も一緒ですよ。霊障も結局ついてるとか、だいぶね、なんだったっけ、こう何メンテ、こう、なんか外側、なるほどなるほど、バリアを張るんだったり、なんかいろいろあるよね。あ、そう、外したりとなんかあったとしても、結局私が思うのは、うん、内側のエネルギーが変わってないので、その時はいいかもしれないけど、うんうん、また場所を変わったら結局同じ周波数のものがくっついてきますよね。あ、なるほどね。っていうところだから、内側しか私興味がないんですけど、うん、内側をメンテ、なるほど。あ、じゃあこの内側のメンテができたらすっごい楽なんでしょうね。そう、あ、なるほど。あ、すごい。なんか世の中には目に見えないものがいっぱいあるんですね。勉強になりました。そのフレーズっていうか、なんかこのうちの東京の方にも生徒さんがいるんですけど、その人がなんかそう言ってるフレーズがあって、目に見えあるんですよね。言ってたの今思い出したから、すごい同じだ。既視感みたいな。ペタスさんからコメントが来ている。トニーさんは臨床心理士の資格を持っているの？いや、私はですね、臨床心理士の資格は持ってないんですけど、ISD 個性心理学っていう生年月日からその人の個性を導き出せる資格を持ってます。はい。そう、ちなみにハジスさんライオンですよね。ライオンとオオカミ。そう、ISD 個性心理学で言うと、そう、ライオンとオオカミが入ってて。そう、ライオンはもういるだけで華やかなんですよ。そう、だから、いるだけで応募者感があったりとか、そうそうそうっていうのがあります。余興隊長だったよ。あ、なんかすごい。余興隊長ではあった。すごい。そう、でもだからライオンさんっていうのはもうその完璧に物事をやりたいっていう欲を持ってるから、でもその家でちゃんとそのたてがみを外せるっていう環境があれば、そのストレスが溜まりにくいっていうか、もうずっと鎧を着てるとやっぱ苦しいので、人間。そうそう。っていうのが、特徴的な感じです。なるほど。サクッとご心配だし。わかりやすい。そうそうそう。うん、そんな感じ。完璧にっていうところがあったりとかするから。それも結局自分の枠にはめてる。自分の心地止めなのか、そこまた探っていくと、またいろんな出来事があったんでしょうね。そういうふうな感じにならないといけない。あ、過去性って言われてるところになると思うんですけど、でも過去性とかも全然関係ないんですけどね。過去性なんてじゃなくて、どうしても見つけてしまったらそういうふうな形見えたりとかする時もありますけど、結局今どの体験をしてるか、どの感情の体験をしてるかっていうところにフォーカスをして、そこを浄化をすればもう過去も未来も全部変わっていくので、今の体験してる感情は何なのかっていうのにアクセスしていきます。でも感情って味わい切った方がいいですよね、一回は。そうそう。イライラも悲しみも全部、この感情を出し切ってからやった方がいいよ、みたいな。うん、ほんとほんと。なんか私の方も、このリーディングしていきながらも、結局そこの方にずっと持ってる感情があるから、出せないでいるわけですよね。あ、結局その見てたら、やっぱそこで、やっと怒りが出てきたりとか、怒りを抑えてる人がそう出てきて、ものすごくのた打ち回るぐらい、なんかうわーって、もう体がこうやってるのが見えたりさ、おーいい感じとやってるやってると思って、その感じ切ってもらいますので、すいませんって言って、お客様の思いながらちょっと待っていただけたらなっていうことで、ちょっとはい、思ってたらね、やっぱり大変ですよ。すごく苦しいですよね。いろんな感情。これがみんないけないっていうふうな形を持っちゃってるから、そう、仕切らないまま、蓋を閉めてたりとか、そう、これは悪いものだっていうふうな形の認識になっちゃって、ネガティブ感情が。でもそうじゃないからね。全部いいも悪いもないので、それは自分たちが決めている
人間が決めてることだから、うん、その枠にはまってね、ガチガチに囚われてるんだけども、結局全部自分が経験したかった感情でもあるし、うん、経験してた時があっての未消化で終わってる感情でもあるわけだから、うん、そう、そこはちゃんと感じてあげて、そう、やってあげるとめっちゃ番だよね。じゃないと、そこが認めるということになるから。すごーい。そう、そこみんなね、勘違いちょっとしちゃって、いけないものだ、いけないものだ、と思って、こう思ってしまったらね、そうかも。ね、こう思ってしまったら、またなんか変なの引き寄せるんじゃないか、とか、イコール変なものってなってるので、それも自分たちの人間の思考ですよね。うん、この三次元の地球上的な感じの感覚ですよね。なんか、ISD と似てる部分がありすぎて、すごーい。そう、共通点が。そう、なんか、あるかなって、話聞いてて思いました。やっぱこの、なんか私がこの ISD のこの例え話をするんだったら、鶏の親があのペンギンの子供を産んだ時に、ペンギンはこの飛べ、あの、泣かなきゃいけないみたいな、コンプレックスになって、でも泣けなくって引きもこもりになるっていう部分があるけど、ペンギンの強みはそもそも飛ぶことでもないし、この泣くことでもないし、泳ぐことっていう。そう、だから一人それぞれ個性があって、その親も個性が違うし、子供も個性が違うから、その個性を知るのが一番大事だよねっていうのを、そう伝えてるんですよ。そう、いいですね。そうなんです。みんな個性があって OK なんですよ。そう。それもまたジャッジ してしまって、外に向かって、その人はとか、私はとか、こうやって苦しんでるんですけど、そうじゃなくてっていうところですね。みんな個性があるから、それを OK にするっていうこと。なんで OK ができないのかなっていうのを見た方がいいですよね。そう。そこにいろんなものが感情があるので、うん、そこが、そう、ブロックって言われてるところがわかんない。まあ、これ固まってるものなので、そこをやっぱり消化した方がいいですね。そしたら自分の枠の方にはめなくて、ジャッジするっていうことがなくなってくるので、そしたら相手の方に対しても自分の方にしても全部自分とつながってるから、だから反応してわーってちょっと思っちゃったりとかするので、そこは全部うちが人を変えなくていい、全部自分のことを変えればいいだけ。おー、すごーい、すげえ。もうすごいが連続。そう、あー、すっごい楽しい時間でした。ちょっとお酒があったら面白い。お酒といえば、そろそろあと8分あるので、はい、一回、イベントの告知します。ありがとうございます。はい、先週もね、告知したんですけど、また今週もいっぱい持ってきてもらったので、告知していきます。7月20日ですね、これが7月19日週なので、7月20日、レンタルスペースの L で行われる、L が、うるま市の宮里にあります。レンタルスペース L で行われる、占いカフェですね。この占いカフェ自体は、毎月週替わりで、占い師さんが出ているんですけど、八千さんが4月20日の週、土曜日の3週目、はい、3週目の土曜日に出てます。で、そこで占いバーとして、夜の8時から24時。までやってます。お酒もあって、はい、すごいですね。すごいですよ。そう、アルコール、そう、アルコールの、そう、私も飲みたい。で、ちょっとこれ裏話すると、このエールのこの管理人さん、オーナーさんがいるんですけど、やりたいんだよねって話をした時に、この一周目のロビンさんを私がつなげたんですよ。ああ、そう。で、そしたらなんかいろいろハジチさんともつながってて。なんかやり始めて、でもそのやりたいって言った多分2、3週間後にはできてて、すごいなーって思いました。そう、だから、いいな、私も今度行きます、ぜひ。はい。で、7月26日が南港ですね、北部。そうです。北部で南港のリングリングですね。はい、これが名護市、名護市、そうですね。名護市の港区公民館。12時から、20時、8時ですね。で、やっております。で、残り8月の、イベントもあるんですけど、残りは、インスタグラムの方で紹介しておりますので、ぜひ、はじちさんのインスタグラムをフォローしてくれると嬉しいです。はい、お願いします。県外の方にも行くので、はい、千葉と、どこだったっけ？名古屋。名古屋と、あと大阪も行きますよ、翌日。はい、この
番のやつあれですもんね、アンミカ出ますもんね。うん、あ、それを見てないんですけど、ただそのイベントをちょっと出たいなと思ってて、はい、うん、申し込みをちょっと、はい、ちょっとね、いろいろ考えて躊躇したんですけども、はい、やってみたら、はい、あ、アンミカさんもいる。ちなみにアンミカもライオンですよ。あ、そうなんですね。アンミカも花やから。そうなんです。あ、すごい面白い。ね、ハチチフェスの方はもう一回アナウンスしてもらっていいですか？はい。ハチチフェスっていうのが私の、投資リーディング受講生の、場としてちょっと作ったものなんですけども、受講生を中心とした、フェスを、3ヶ月に1回、はい、やってます。それが、近いのが8月、8月の24日、24日の土曜日。それが沢富士マルシェ、西原の方に沢富士マルシェ、はい、あそこの方で、10時から4時の方で行いますので、もしよければ、はい、ぜひ、はい、行きます。来てください。行きます。はい。ね、はい、はい、すごい、なんかもう。3ヶ月に1回やってるんですよ。そうなんですよ。去年の11月から始まったものなんですけど、で、それを3回目になるの。11、2、5、で、8、あ、4回目か。4回目。すごい。っていう形でやってますので、はい。自分の、もしよかったらね、講座の方も、結局ね、全部自分の、メンテとしても全然使えるので、うん、なるほど。そう、みんなね、外側に意識向きがちなんだけど、本当は実は内側の方に、全部感情があるからこういう風な形で見せられて出来事が起きてくるので、外にも向けるんではなくて、でも内側の方、自分の方もちゃんと、認める、まあやり方も教えますけど、そう、消化していくってことをやっていけば、ね、ちょっとね。すごい。動きやすいですよね。なんか、現代社会にめちゃくちゃ必要なことですよね。そんな感じがします。あー、すごい。みんな、お悩まないでほしいですよね。残り3分となってきましたので、そろそろエンディング、はい、そうですね。この番組にエンディングなんてあったかわかんないけど、エンディングですね。どうでした？ 2 週連続、今、撮ってみて。うん、もうね、さっきね、ドキドキするって言いながら、はい、結局1回目終わって、2回目も、あ、ドキドキするって言いながら、結局話してるし、みたいな。ベラベラ言ってるし、あ、私、ワントちゃんも見せていいんですか？あ、もちろん、もちろん。ワントちゃんでーす。これ、なんか、ナマコみたいな感じになってるんですけど、この子もすごいいい仕事してるんですよ。そう。この子も相棒で、あ、こっちか、相棒で、一緒に動いてますので、はい、なんかすごい細長い。そう。黒ですか？黒でもないんですよ。その時の赤みでまたちょっと藍色っぽかったりとか、ちょっとあるんですけど、中にそのギベオンっていう石が粒子で入ってて、そう、螺旋状に入ってるんですけど。ハジチさんがしか扱えないそうです。そうです。はい。すごい。形のバンドです、うん。セッションの時とかに使う、うんうん。そうそう、そうです、そうです。そこのコンテナあるものを見つけて、そこの方でこう見つけて、これくるくるくるってこう、でくっつけて巻いて、なんかあげるような感じだったりとか、いろいろ使いたかったのはあるんですけど、はい、私と一緒に仕事してます。相棒ですね。相棒です。すごい、はい。ありがとうございます。すごい、なんかもう超楽しかった。なんだこの時間。面白い。嬉しいな。はい。もうありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ、はい、もう。ありがとうございました。なんか、そう、打ち合わせの時にもね、ハジさんも番組持ったらいいよっていう話を軽く。ねえ、そうじゃ、番組ってモテるのっていう話をさっきしてて。何話するの？こんな喋ってるの今。そうそうそう。何を言ってんだよ、お前みたいな感じだけど。そう。で、二人がいたからでもやっていけたわけで。あ、そう、もちろん私もそうですよ、もう。そう、無理だ。でもなんか今日のお話みたいなところって多分知りたい人、リスナーさんに多いんじゃないかなっていうのをすごい感じたので。もしよかったら、はい、私また履き替えたら、はい、ぜひぜひ読んでください。私も喋ります、ね、なんかいろんなことチャレンジしてるので今、ね、なんかそうですよね、なんだかわかんないけどすごく
新しいことなんか挑戦してる感覚があって、うん、感覚でしか動けないので、あ本当にもうそれが何だろうかっていうのがわからないので、後からなんか繋がっていくんですけど、うん、はい、っていう形でした。なるほど、ありがとうございました。じゃあまたぜひ、はい、遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、お相手はトニーと、ああ、ハジチと、まなみんさんでした、はい。また来週お楽しみに。ありがとうございます。ありがとうございます。OK です。今後半追加し大丈夫でしたね。大丈夫でした。ハジチさんコメント来てましたよ。コメント来てました？さっきね。どんなしてみたらいいんですか？